アルペル・ウチャルは、トルコ出身の男性元フィギュアスケート選手。パートナーは、ジャネット・マイツ、アリサ・アガフォノバ。2014年ソチオリンピック、2018年ピョンチャン、オリンピックトルコ代表。2009年、練習拠点としていたアメリカで、アイスダンスに取り組み、アメリカの女子シングルやペア競技者だった、ジャネット・マイツとカップルを結成し、競技会に出場。 2010年世界フィギュアスケート選手権では国際スケート連盟が主催する競技会にトルコから初めて参加したアイスダンサーとなった。2010年には新たにアリサ・アガフォノバとのカップルを結成。2012年の12月にはロシアのモスクワに練習拠点を移しアレクサンドル・ズーリンに指示。欧州選手権では13位に入った。 2013から2014シーズン、ソチオリンピックの最終予選であるネーベルホルンハイで5位となり、オリンピックの出場枠を獲得。トルコのアイスダンス選手が、オリンピックの出場枠を獲得するのは、初めてのことである。2015から2016シーズン、デンコバスタビスキー杯で、国際大会初優勝。11月24日、 ロシア軍爆撃機撃墜事件が発生。トルコスポーツ省より、練習拠点のモスクワからの退去要請を受け、12月5日には、トルコに帰国した。その後、アメリカのデトロイトに移り、パスカーレ・カメレンゴとアンジェリカ・クリロワの下で練習することを決めた。2017年3月31日、新設された ISU アスリートコミッションのアイスダンス代表に、 選出された。2017から2018シーズン、ピョンチャンオリンピックに出場。前回果たせなかった FD 進出を達成し19位。世界選手権は SD 通貨ギリギリの20位発進。総合では19位で大会を終え、競技からの引退を表明した。詳細2004から2005シーズン以降2003から2004シーズンまで詳細。ありがとうございます。